ザッピー YouTube どうも、ソーシです。はい、ということで本日なんですが、まあ、ご覧いただいている皆様もですね、まあ、コロナの影響で、まあ、現在外出がねそんなにできない、控えないといけないというような状況がね続いていると思うんですが、まあ、スニーカーもねいろいろ買い物しているわけなんですけども、やっぱりスニーカーもねできるだけ安い方がいいじゃないですか。でね、ご覧いただいている皆様の中でも好きな方も多いと思いますし、まあ、僕はねもちろん一番好きなメーカーといえばねナイキになってくるんですが、そのナイキがですね、まあ、オンラインで、まあ、一部の商品を除いてなんですけども 25% オフをしていると。今これをずっとっていうわけではなくて、まあ、期間限定ではあるんですが、4月の17日から、4月の21日の23時59分までと。 25% オフは結構でかいっすよっていうので、まあ今までね、まあ買ってなかったスニーカーであったりとか、何かね、いい商品がないかなっていうところをですね、まあオンラインを見ながら、お買い物をするか、まあお買い物なんかあるかな、まあちょっとこれ欲しいなって思ってるものがね、若干あるんですが、まあ他にもですね、まあいろんなものを見ながらですね、見ていきたいなと思います。で、まあ今回のその商品っていうのがですね、nike.com だけで、まあスニーカーズでまあ取り扱ってる商品、スニーカーズでしかないやつもあったりするんですが、まあその辺は除かれているということなので、まずその辺は、ご注意いただければなと思うんですが、まあその辺、nike.com のですね、スニーカーの項目を、ゆっくりと見ていきたいなと思います。まあ、僕はね、このエメマンのコーヒーが好きなので、これを飲みながら、ご覧いただいている皆様も今夜なのかなと思うんですが、まあ乾杯ということで。ということで早速見ていきましょう。はい、ということで、こちらがですね、nike のオンラインページになります。で、僕が見ていきたいのはですね、この面と書かれたところのシューズ。ここを見ていきましょう。 25% オフは結構でかいよ。ほら、ここにですね、一部商品を除く、ん？一部を除く商品がさらに 25% オフ、ログインした状態でチェックアウト。ということで、まずもってnike.com の、アカウントっていうのは必要になってくるかなと。で、ログインした状態でカートに入れると割引になるのかな？勝手に。他のプロモーションコードとは、併用は不可と。まあ、なので、詳細はここをクリックして、見ていただければなと。注意事項であったりとか。っていうので見ていきましょうか。この辺の2090とかって安くなんのかな？あー、なるほど。ここに書いてるんですね。この商品はサイトのプロモーションと割引の対象外。なんで、この辺はまあ安くならないと。いうことなので、まあ、多分新商品、ここの新着商品って書いてるのは多分違うのかなと思います。あ、これは出てこないですね。出てこないから、ちょっと一遍試しに入れてみましょうか。あー、やっぱそうですね。あの文言が書いてないモデルであれば全部 25% オフになりますね。これであれば32,50円なんだけども、7563円割り引いた金額が出ます。ので勝手に出てきますね。もう自動的にその対象商品っていうのは全て、25% オフに、なるということですね。じゃあちょっと上から順番に見ていきましょうか。エアマックス90。このタイプね、僕結局一足も買ってないんですよね。まあ、これも対象商品ではあるね。サイズも全部あるし。でね、ボックスが当時の箱みたいな感じなので。まあ、エアマックス90はね、まあ、今年が30周年ということなので、まあ、いろいろ出てくるかなと思うんですが、まあ、今年、まあ、当時のオリジナルのディティールっていうのを忠実に再現した、モデルということなので、この辺はね、男性女性問わず履ける一足なので結構おすすめかなと思います。でカラーもね5色あったね、5色ありますので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。これは、あ、普通の真っ白のホースワン、これも対象か。あ、これは違うのか。なるほど、難しいな。これはパスか。こっちのリアクトのホースワンはどうなんだろうか。あ、これは対象商品ですね。なるほど。これ結局まだ買ってないんですけど、ここのね、数値がちょっと気になるんですよね。真っ白とはそんなに言えないような、ちょっとオフホワイトというか、クリーム色というか、なんかそんな感じなので、今のところ買ってないんですが。まあでも候補に入れときましょう。このホースワンはなんだ？
あ、つま先のところにもこのロゴが入ってんねや。あ、でも使い勝手いいっすよね。ツートーンで、アッパーが黒でソールが白っていうツートーンなので。あ、ここにもエアーって入ってんのね。大きくするとここにエアーって入ってて、シューレスホールがまたちょっと独特っすね。マジで今のこの期間、やっぱどうしてもこうネットでね、いろいろ見ちゃうじゃないですか。ついつい買い物めちゃめちゃしてる気するな。なんか買ってるペース上がってる気すもんな。2090のバイユーってもう始まってんの？早くないかい？こういう ID とかも 25% オフになんのかな？あ、25% オフなりそうな感じやね。これでもなんかデザインがちょっと独特やな。こんなこともできんねや。あ、ベイパーマックス360。赤はもうないか？さすがにサイズは。あ、全然サイズあるわ。買うならこのカラーかな。ただやっぱベイパーソールじゃなくて、やっぱ当時の360のソウルエアユニットで復刻してほしいな。無理なのかな、当時のエアユニット作るの。あ、ジョーダン1のローとか今このタイミングで買うのもいいよね。まあ白のエアマックス95とか、やっぱこういう白のモデルっていうのはね、普通に使い勝手いいので、720であったりとかもいいね。 OBJ のスリップ、テールウィンドウ79。細いパンツ履くときとかはね、僕は結構ハマるかなと、いいかなとは思うんですけど、結構僕は太いパンツが多いので、なんかあんまりこうイメージがハマんないんですよね。お、これは安なんのか。これ安なんのやったらちょっと欲しいかも。さすがに、あー無理か。あー、でもこのジョーダン1のローやったらちょっと欲しいかな。ちょっと迷う。あ、ちょっとね、割引の対象外っていうところが、もう今回のあれとは違うので、難しいけど、これだと普通に履きたいな。あ、スピリドン。うわ、さすがに対象外だろ。出たばっかやし。うん、やっぱそうやね。うん。アダプト BB の 2.0 の新色。あー、これも対象外か。これ対象なんやったらめっちゃ安なるのにね。まあ、しゃあない。これ、多分対象外だろうな。これは新着商品だから、いや対象だこれね。実際この動画ご覧いただいてる方の中でこれ履いてる方っていらっしゃいますかね。っていうのも、まあ普通のね90とちょっと違くて、こうかかとがね、こうなんか出てるじゃないですか。ケージみたいなのついてるじゃないですか。だから手を使わずにスッと脱ぎ履きができるっていうモデルなんですよ。実際これ履かれてる方っていらっしゃいます？ちょっと履き心地であったりとかって気になんねんな。バイユーに関しては、どっかのタイミングでバイユーを作るような動画とかもちょっとやってみようかなと。あ、これ野球のスパイクも安なんのか ?ID。おー、バイユーも、もう野球のスパイクもいけそうな感じやね、これやと。まあ、買うのであれば、まあ、ローカットの方が欲しいんですが。あ、出た。僕の第一候補ですね、これは。カイリー6、オールスターの時のやつやね、これは。あ、サイズもギリあるね。あー、よし、対象だ。これやっぱ気になるんですよ、僕。ずっと気になってて。で、前回もなんかオンライン見てる時に、これ気になるっていう話をして、で、こういうシリーズ系のもの、その最近の要は、パフォーマンス色が強いバッシュ。っていうのは僕はあんまりチェックしてなかったんですよ。で、コメントを見たら、その AIG2 からもインスパイアされてるっていうコメントがあって、で、実際調べてみたんですけど、やっぱインスパイアされてるみたいですね。まあだからに、シルエットがちょっと似てるのかなというところなんですが、これはね、ちょっと履いてみたいんだよな。で、コメントの中でも、その履き心地めちゃめちゃいいですよっていう、まあコートで使ってる方と、普段履きしてる方、で、両方がいらっしゃったんですが、その両方からですね、履き心地すごいいいですし、楽ですよっていうコメントがあったので、履いてみたいんだよなぁ。あ、出た、マップラ。マップラ3。これも対象でしょう。対象だろう。しかもセールになってるし。あー、サイズがないのか。小さめのサイズの方はこれ結構おすすめかな。こっからまだ 25% 安くなるってことでしょ。マップラ3いいよ。僕は結構シルエットであったりとかボリューム感とか好きなので。720のね、この履き心地っていうところは本当に皆さん、もし履かれたこと、履いたことのない方がいらっしゃればぜひ履いてみてほしい。
あ、レブロン7、これも安くなりますね。サイズはあるのかな。あー、もうちっちゃいサイズしかないね、これは。こっちの赤の方は、こっちはサイズいっぱいあるな。で、こっちもセール価格になってるので定価から比べるとかなり安くなる。あ、出た、スカン。スカンも見とこう。あ、逆にこっちは大きいサイズの方があるんだ。女性に人気なのかな。スカンは僕も買ったんすけど、まあカラー的に今のタイミングじゃないかもしんないですけど、これはほんまにおすすめです。ちょっと癖のあるシルエットではありますが、うん、安くなってるし、みんな履いてみてほしいな。しかももともと安い上にやからね、25% オフ。このダンク、あのスノーボードの平野歩夢くんもインスタで写真で履いてたな、これ。あー、サイズはまちまちだけどありますね。これは結構いいよ。お、このアダプト BB、 これは対象なのか、対象なのか、これは対象外。アダプト系はね、今後また新しいのが出ればチェックしていきたいな。あ、アンカバリアクトプレスト対象外だったー。そう、じゃあちょっと今回の候補からは外れるね。あ、トライアックス、トライアックスもいいな。このジョーダン1ミッドなんだ、こんなんあったっけ。あ、サイズはちょっとちょいちょい欠けがあるけど、まあ普通のゴールデンサイズって言われるところは残ってる。あ、これありちゃうかな。あ、トライアックス、トライアックスも僕は、おい、アンディの90あるやん。アンディの90は、あー、対象外、しかもサイズがちっちゃいのしかないか。コラボ系のスニーカーはやっぱ対象外なのかな。 TL ノバ、ウィメンズモデル。 TL ノバのね、ディティールは僕結構好きなんですよね。ウィメンズはだいたい1センチから 1.5 センチアップって言われてるので、だから僕はちょっときついのかな、これ。うん、形はすごい好きです。あ、今これね、ベナッシで思い浮かんだんですけど、ご覧いただいてる皆様って、その室内、家の中で、スリッパって履いたりしますか？っていうのも、僕んち、僕が履いてるのがこの AirMax95 のやつを室内では僕履いてるんですが、あの、来客用で、普通のこれの黒のやつか、玄関に置いてるんですよ。まあ、遊びに来た人とかが履くようなんですけど、ベナッシとかその室内履きでもいいよみたいな感じの特集というか、なんかやってみようかな。この動画出してそのベナッシとかそういう系の特集、もしあのやってほしいっていう方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄にお願いいたします。それ見てちょっと判断します、やるかやらないか。2019のダックカモあるの？対象なの？対象なのか、対象外ですよね。ああ、これ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 、ああ、こんなところか。なるほど。じゃあついでにちょっとウィメンズの方も見てみますか。ウィメンズのシューズ、まあさーって見る感じになるかなって思うんだけど、このコースだね。セージ、セージとかいいと思うねんけどな。シャドウであったりとか、ちょっとソールがね、分厚くなってたりとかするので。あ、ベローナ、ベローナも対象なのかい？どうなんだい？対象だ。履き心地がめちゃくちゃいいとね、G 剣も絶賛してたので、まあ好みのカラーがあればね、これもおすすめです。うん、女性ってどんなんがいいんだろうなぁ。あ、出た、ジョーダン4。まあちょっとさ、スニーカーズ購入って書いてるので対象外かなと。スピリドンケージはマジででもね、履き心地いいんですよ。で、履いて歩いた感覚で僕似てるなって思ったのが、ナイキのフリーっていうシリーズ履いたことある方、どんぐらいいらっしゃるかなっていうところですが、なんかそれに近いソールの柔らかさを感じたんですよね。そのソール自体の屈曲性がすごい高いんで、僕は履いててあれ疲れなさそうってすごい思いましたね。アンカバのデイブレイク。これまあコラボだからまあ対象外なんでしょうけど、まあやっぱそうだね。まあサイズが小さい方はまだありますね。こういうデイブレイクとかもいいね。あー、サイズがちょっと大きめになるのか、女の子からすると。あ、でもサイズが合うのであればいいよね。逆にメンズなんかも履けちゃう。オフホワイトのこれ、ベイパーストリートまだあんねや。まあさすがにこれは対象外なんだろうけど、女性、ウィメンズは結
構サイズあるな。これ実際履き心地どうなんだろうな。あ、オリビアキム、あ、これもセールになってんだ。キーホルダーついた。これしかもグロウインザダークやったんや、知らんかった。まあ、この系統の色が履けるっていう方はいいよね。しかもセールかかってるからもっと安くなるし。ジョーダン1のローって最近出たやつじゃなかった、安いのか。あ、対象だ。いいね。あー、でもメンズでも履けるね、このサイズであれば。あ、基本メンズサイズかこれ。なんでビメンズのとこにあるのかな。まあこんなところなのかな。はい、ということでですね、まあざっと、25% オフ対象のですね、スニーカーを見ていきました。というのはちょっとね、その中からおすすめもいくつかタブで開いているのでいくつか見ていきたいんですが、まあ、こういったねジョーダン1のローカットもあのこのタイミングでね 25% オフになるので、今まで手を出してなかったっていうところも、手を出してなかった方も、ぜひおすすめかなっていう一足で、女性はですね、まあ、こういったオリビアキムのエアフォースワンで、しかももともとセールになっているので、ここからさらに安くなると。で、デイブレイク。まあ、女性用がちょっとないっていうのがちょっと残念だな。で、TL ノーバ。こういう癖のあるシューズ履いてたらちょっとそそられるんだよな。いいなって思っちゃう。で、ベローナですね。これはもう本当に女性に向けた、女性専用に作られたような、MAX シリーズでもあるので、おすすめかなと。でしかもクッショニングめちゃめちゃいいっていう話なので。でまあ、トライアックスか、まあ、トライアックスなんかはね、昔からのファンの方、っていうところももちろん多いと思いますし、うん、今まで触ったことない方も値段的にもね手を出しやすいところなのでいいかなと。まあ、TL ノーバーで、このジョーダン1のミッドカラーのね配色の仕方とかもすごい、ポップな感じなのかなと。可愛らしい感じなので、こういうデザインが好きな方も多いと思いますので、ぜひぜひというところ。僕が持ってる方、19,98円からの 25% オフなので、サイズがねちょっと限られてはきますが、うん、ぜひぜひおすすめの一足です、これも。で、スカーン ACG 系のね、モデルで、これはスパイクなので、まあ今じゃなくていいかなと。で、 Air Max プラス3で、定価が確か2万ぐらいだったかな、1万9000とかそれぐらいかやったかなと思うんですけども、まあカラーがね、このカラーが僕は一番好きなんですが、まあ、サイズがちょっとちっちゃいサイズしかないんですが、履ける方、っていうのはおすすめかなと。せっかく安くなってるんでね。で、これは僕の大本命なので、後に回しの、もうこれはちょっと履き心地が、気になる一足。まあ白しか今なかったんであれですが、シンプルに楽そうだなっていう感じですよね。で、エアベイパーマックス360、そもそもの定価がやっぱちょっとするので、このタイミングで試してみるっていうところもおすすめかなと。で、フォースバンのリアクトの真っ白ですね、僕がまだ買ってないやつもサイズは全サイズあります。履き心地抜群のエアフォースバンです。で、エアマックス90、ね、今年30周年というところのモデルですね。で、まあいろいろね、候補を挙げさせていただいたんですが、まあおすすめのね、僕がおすすめするスニーカーっていうところを紹介させていただいたんですが、その中でも、僕が個人的に気になってる一足っていうのがこのカイリー6なんですよ。やっぱりデザイン的にですね、AirEasy2 のディティールっていうところからインスパイアも受けてるっていうところなので、で、まあちょっと気になってるなっていうところでコメント見たらね、やっぱり履いてる方からするとすごい履き心地もいいし楽だっていうコメントがあって、でこれをちなみにですね、27センチをカートに追加しましょう。で、カートの確認をするといくらになるのかというとですね、はい、こちら4263円割り引いての12,787円、安いね。モデルとしてもオールスターゲームの、モデルということなので、まあ気になってたというところもありますので買いましょう。はい、ということで注文確定、購入しました。
はい、ということでですね、まあ、今回その、ナイキのですね、まあ、25% オフをこのタイミングで、されているということで、いろいろ見ていきました。まあ、いろんなねおすすめのスニーカーというところももちろんありましたし、あのご覧いただいている皆様が気になる、スニーカーというところもあるかなと思いますので、ぜひぜひ皆さんもチェックしていただければなと思います。僕は買ったスニーカーがね、まあ、とりあえず届くのが非常に楽しみです。ずっと気になってたっていうところもありますし、履いてみたいなっていうところがあったので、実際どうなんだろうなという試すにもね、やっぱ値段が高いスニーカーになってくるとなかなか試すのもね、メールの方が来ましたね、オーダー確認しましたとはい、まあ、なかなか試すこともできないので、この 25% オフになってるっていうタイミングでですね、試すっていうのも、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。一応動画説明欄の方にですね、今回見た、まあ、ナイキのページなんですけども、リンクを貼っておりますので、ぜひぜひ皆さんも、まあ、お買い物買いすぎにはね注意していただきたいところではございますが、チェックしていただければなと思います。確実に買いすぎてんだよな最近。まあいっか、楽しいし。はい、ということで本日はですね、ナイキ .com で 25% オフのセールをやってるという、動画、紹介動画、プラスお買い物動画でした。まあ、届いたら、レビュー動画出したいなと思います。はい、ということで本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いいたします。ベルボタンを押していただくと、僕の動画がアップされると通知が届きますので。はい、ということでまた次回動画でお会いいたしましょう。 See you later! バイバイ。Show me why you're gone.